つうかさ、何するゲームだってこれ。もちろんドライブするゲーム。面白い。変態上に何とも言えよ。いや、なんていうか、ゾクゾクゾク。つまんね。はおたっくん、おひさ、あーし、容姿端麗頭脳明晰、埼玉が生んだ奇才かす。今回もそこそこつまらない、まるでクソみたいなゲーム未満の何かで遊んでいきますが、うん、かわいいっすね。特に表面がクッキーみたいでうまそうじゃね。わあ、これがエンジンルームですか。このタイプは初めてだからさ、乗り換えちゃおっかな。キャプテン、こんにちは。軽油が入ってるから入れ替えないとですね。いまいち使い方がわかんないけど、お、ちょっと入った。今度はこっち。ようやくわかったぞ。いざ別れるとなると急に名残惜しくなりますわ。エンジンが後輪よりも後ろにある車といえば、今ではポルシェくらい。チコシコ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 チコ。全然綺麗にならないよこれ。ミラーやバンパーはピカピカになるのに、材質が違うのかな。これか。タンクを空っぽにしといたから突然動き出すことはないよね。一応潰しとく。無駄だけど。いきますよ。4速のマニュアルですね。 RR 車はトラクションが強強だけど、ずっと後ろに荷重がかかっているせいでコーナリングに癖があるよ。小回りは効きそうなんだけど、まあトランクに荷物がいっぱい入ってるし危ない感じは全くない。すまない。あーもうがたくさんあったよ。いらね。おー、あいじゃん。この車も東欧の社会主義国で作られてそう。開発者さんもやっぱ好きなんすね。こっちみんなAI にでも書かせたのかしら。そんなに速い車じゃないけど燃費がめっちゃいい。あ、塗ってみるとどぎついピンクで目が痛い。こっち見て。指揮所はめられたぜ。なんなんすかねこの割れ目ちゃんは。車を押すことに夢中になっていると落っこちてしまいます。だから別の視点も必要だったんですね。よし、出ますよ。よいしょ。困りましたね、お父さん。調子こいてたぜ、そこの野郎。あかん、これじゃ。タイトルが変わる。ザロングウォークに。なっちゃう。ふう、やっと出られたぞ。ぬわー、疲れたもう。おい、ホルラ。通貨だいぶ綺麗になったっしょ。カブトムシ。大発見。あげるわ、あなたに。くしゃみをすると青いマジンが出てきそう。部分的にそうだよ。やるだからね。VTuber のツックとはいとこだぞ。なんか哲学的。やりますね。違う。かわいい。18歳、学生です。来たな。どうだろう。逆にこっちが聞きたいくらいだわ。いや、だってことを意味していますよね。何ですかこれ。相川翔さんがお家でいっぱい飼ってそう。リカ子さんにヤジをお裾分けしてそう。関係ねえんだよそんなの。この車ラジエーターが見当たらないんだ。ブレオドメーターがまさかの0キロ。誰かが巻き直したんでしょう。知らんけど、せっかくだから足はこの車を選ぶぜ。このエンジン音も聞き納めと言ってもどうせまた見つかるでしょう。水冷に比べてこちらの空冷は音が大きめだね。このエンジンはクランクシャフトと連動して冷却ファンを回すので余計にうるさい。トランクが意外と広いのね。こちらも4速マニュアル。決して速いわけじゃないけど、低中速のトルクが。遅い。坂道もぐいぐい登れましてよ。おっはー。これほどまで物騒な挨拶を知らないよ。視聴者さんどう？飽きた飽きない。まあ投稿者の編集が退屈だからね。しょうがないね。あーん、悔しいの。そうだよ。だったら草コメントでいっぱいにしてもらえるように頑張れば。お顔した正直したの。あ、どうやったら猛毒だから飲んじゃダメだ。こちらハマビーチに夏が来れ、あそれイエ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 イ。いいわ。もはや恒例行事とかしたお参り。見える見える。あ、もしもし、佐々木さんですか。違うだろ。こんにちは。違いますよね。成仏してクレメンス。おしんち。この辺がセクシー。エロい。いや、もう無理です。アーシ、そろそろやめていい。7時間くらい遊んでもおだれてきちゃった。サバイバル要素はあるっちゃあるんだけど、食料や水の確保にそれほど苦労するわけでもないし、ゲーム性はほとんどないけど、今じゃ乗るのが難しくなった昔の車をさ、好きなだけ眺められるというのはたまらねえぜ。お別れの時間だね。ここまで見てくれてありがとう。さようなら。